はい、皆さんこんにちは、今治タイムズです。はい、今日はですね、今治市だけじゃないな、全国的にね、新型コロナの第6波がちょっと燃えを振るってるところなんです。今治市のね、飲食店だったりとか、その他の業者もね、たくさん影響を受けてるところなんですけど、今治市もそのまま黙ってなく、いろいろな施策を考えてくれてるので、今日はね、それを皆さんに知ってもらおうと思って、今治市役所商工振興課のお二人に来ていただきました。どうぞようこそ。こんにちは。谷本君はね、前も来ていただいて、はい、日垣さんは初登場ですかね。初登場です。はい、よろしくお願いいたします。商工振興課日垣です。はい、よろしくお願いいたします。あれですよね。僕らも YouTube でいろいろお手伝いさせてもらいながら、この間竹本くんに出てもらった時にはね、今も継続中の安心飲食店の、ご紹介を随時してるんですが、はい、聞いたんですけど、めちゃめちゃすごい件数になってるらしいじゃないですか。そうなんですよ。あの時は、正直僕たちも、大体市内で僕たちがターゲットにしている、全体の店舗が800店舗くらいあるんですけれども、その中でも半分くらい、400店舗なっただけでも、僕たちとしては成果かなというところで、目標としては400店舗。ちなみにね、あの時400って、僕らもお話聞いた時に400って可能なんかなって思ったのが正直だったんですよ。でも市役所は400は頑張ろうっていう気持ちだったんでしょ。そうですね、やっぱり大半の大体行ったらなってるみたいなイメージをみんなに持っていただければなっていうところだったんですけど。ですよね。で、今は今ですね、なんと600店舗これは本当にびっくりしたんですよ。600店舗ですよ。800店舗中でしょ。はい、800店舗 の、 マーケットの中で600店舗ってことはめちゃめちゃすごくない？4分の3ですよね。はい、で、さっき聞いたら申請もらってる分で言うと、そうですね、これからまた順次増えていく予定で、そういう申請いただいてるところを加味すると700店舗近くいく予定で、すごくない？最終的にはだいたい皆さんが行ってみよう、行かれるとか行ってみようというお店はほぼなっていくっていう状況ですね。ですよね。はい、だいたいどこのお店にでもやっぱ安心認証のステッカー結構貼ってますもん。はい、ねえ、はい、そうです。これってちなみにやっぱこんだけ、愛媛県では何店舗あるんですか今？愛媛県で認証されている店舗が今だいたい3600店舗。3600ですね。ということはだいたい6分の1。そうですね。20市町の割合でいうとめちゃめちゃすごいですね。6分の1でいうと、はい、うわ、それはすごい。これってなんで増えたのか、こんなにできた理由って何かあるんですか？やっぱりこれはですね、今治市の方で、ウィズコロナ対策事務局をハラプレックスさんにお願いしてですね、でハラプレックスさんの方がこう調査員さんがこう一軒一軒回っていただいて、丁寧にレクチャーしていただいて、皆さんのところにもお伺いされてたと思うんですけれども、そういうアシストがすごく大きかったと思いますね。あれって実際で言うと、本当にそれが大きかったなと思うんですけど、取りませんかっていうお電話だったりとかもしてよったんですか？そうですね、もちろんそうですね。これってなかなか普通ないですよね。そうですね、なかなか正直言うと、他の市町で例えば正規申請書をお届けに行ったりとか、一緒に各手伝いをしてあげたりとか、そういうことまでやったところはないと思いますね。ね、はい、本当にきめ細かなサービス、サービスという言い方はおかしいんですけど、フォローですよね、はい、の結果はもう今もう最終、目指すのは700ぐらいのところまで来ているところですよね。これは本当にすごいですよね。そのおかげで、結構僕らもランチだったりとかご飯もルールを守ってっていうところはすごく考えて行かせてもらってるんですけど、で、今回の分それを、キャンペーンの中で第1弾が終わったんですよね。そうですね。で、引き続き今、1月末に第1弾が終わりましてですね、それで、今2月1日から28日まで第2弾ということで、今度はお店1店舗行っていただいて、申し込みの申請書をホームページからダウンロードしていただいて、レシート貼って応募していただくっていうパターンですね、が2月の28日まで、2月28日まで、今月末までってことですよね。はい、そう、安倍さん、この今収録217ですけど、218かですけど、お早めにお願いします。いや、頑張ってもらおうかなと思ってね、はい、ということなので、はい、頑張って早めにまたお告知させていただきます。ぜひそういう意味でご利用いただきたいなという、お手軽に使っていただきたいという願いがあります。はい、わかりました。いや、でもこれ本当にすごいですね。はい、で、今この、今800店舗は700店舗
になろうかなっていうその安心飲食店でも、まあ実際コロナ自体が結構今も猛威を振るってるじゃないですか。なのでやっぱなかなかその出る機会とかも少なくなってるのは事実なんですけど、まあ、今治市としてはやっぱこういうふうにやっていこうっていうのはやっぱ考えてることがあるんですよね、やっぱりね。そうですね、先ほど、まあ、先ほどから話していますけど、まあ、認証店増えてきまして今治市の、飲食店における感染対策っていうのはもう着実に進んでいるというところなので、まあ、そういった環境整備ができたことをですね前提としまして、またそのオミクロン増えているところに対して飲食店支援というところも込めましてですね、ちょっと考えております。あ、申しましょうか。あ、すいません、はい、ありがとうございます。こちらなんですけれども、私たち飲食店応援パッケージというような形で呼んでおります。やっぱり、まあ、環境整備ができたことでですね、感染対策がしっかりとしたお店であれば、まあ、こういった感染が進んでいる中でも飲食店利用していただきたいという思いを込めてですね、させていただいております。で、このパッケージなんですけれども、大体まあ3つの柱からなっておりまして、まあ、1つ目がやはりまあ会食ランチのルールなんかを周知徹底させていただく、まあ、認証店など感染対策が進んでいるお店を利用していただいたりとか、昼食時とかですね、食べる時間と休む時間を明確に区分していただいたりとか、風邪症状のある方は出席を遠慮いただくとか、そういったことを、まあ、皆さんに改めて周知させていただくということが一つ。もう一つがですね、飲食店の利用促進ということで、まあ、先ほど の, キャンペーン第2弾もそうなんですけれども、あとですね、こちらではですね、テイクアウト販売会というのをやっております。これまでですね、最近になりまして2月の、まあ、先週とかに実施していたさせていただいたんですけれども、その時もですね、多くの皆様に来ていただきました。で、今後ですね、またあと 2回ほど実施する予定でして、3月のですね3日と14日にも同じように今治市役所の公会堂で実施しますので、市内の人気店舗さん多数ご出店される予定ですので、皆さん来ていただければというようなところが、まあ、飲食店 の, 支援。あとですね、もう一つプレミアムクーポン、皆さんも結構買っていただいていても、完売はしているんですけれども、これが1月末までの利用期限だったんですけれども、6月末まで延長しておりますので、まあ、今後もちょっとそういったところで飲食楽しんでいただければと思います。これが2つ目ですね。で、最後の3つ目なんですけれども、オール今治でですね、そういった飲食店の支援に向けた行動変容への取り組みというところで、結構今治市ではですね、もう進んでやっているんですけれども、週1テイクアウト運動ですとか、フレックス昼休みですね、こういったところを市内の企業皆様ともご賛同いただきながらですね、できるところから飲食店支援に向けた行動変容に取り組んでいければと考えております。以上がこのオミクロン株の、まあ、急拡大なんかを受けて、まあ、今治市でやっていきたいというふうにしているところです。いや、これね、画期的だなと思ったんですよ。やっぱそのフレックス、お昼休みフレックスにして、はい、まあ、密を避けながらでもみんなでお昼ご飯食べましょうね、食べに行きましょうねっていう中で、しかもそのうちに週1回はテイクアウトを活用したらどうですかみたいな、もういろんなものの集合体の状態でしょ。そうですね、もう盛りだくさん、盛りだくさんで、そういう風なものを言ったら、そのローテーションさせていけば、結果密にならずにちゃんと経済回るんじゃないかっていうことですね。職場でも密にならず、飲食店に行った時も密にならないという相乗効果。これめちゃめちゃ画期的じゃないですか。ですね、素晴らしいですね。ぜひ お国の方にこれ教えてあげたらどうですか。まあ、本当は決して今飲食店に行ったらいけないっていう状況ではなくて、定められた決まりの中であればいくらでも楽しんでいただける方法がありますよ。そして今まで時間かけてやってきましたけど、感染症対策も進めてきましたんで、これだけのことをやっていただいたら飲食は十分楽しんでいただけますよということはお伝えしてまいりたいと思ってます。ですよね、はい、僕本当これはすごい画期的だなと思って、しかもその上に、まあ、それでも大変な飲食店さん、まあのところの分でテイクアウト販売会もやってるって、めちゃめちゃ、まあ、あれね、大人気ですよ。大人気ですね。恐ろしいぐらい、恐ろしいぐらい大人気で、いつも、まあ、実は僕もちょっとご協力させていただいてるんですけど、
なかなか一瞬で販売したらその後の人のどうしようっていうぐらいちょっとドキドキするよね。っていうぐらい大人気で、あと2回残ってるんでね、皆さん3月3日と3月14日、まあ、これをこれでねお楽しみにしていただけたらなと思うんですけど、いやでも本当に、まあ、盛りだくさんの上にやっぱ今後で言ってもやっぱコロナって結局第7波があるのかないか、第8波があるのかないか、で何なら違うその変異株があるんじゃないかとかっていろんなことがある中で言うと、このパターンでいくと多少増えて減ってって言っても、はい、ここを守っていってやりましょうってことが見えますよね。一つの基準というか、まあ、目安をお知らせしているあの、まあ、いろんなところで研究されたものを反映してやってますんで、まあ、ここを少なくともそうですよね、はい、やってねっていう話ですね、まあ、なんていうのかな、この2年間でいつも増えたら行ったらダメ、はい、減ったら行けみたいな、みんなが同じ行動をやってる、 ね、その行動自体をちゃんとローテーションできるような形の中で、はいはい、真ん中でね、撮るのがすごくいいなと思います。はい、いや、これはいいですね、本当にね。兆しが見えてきましたね。そうですね。これから飲食店の方がすごくしっかり感染症対策を取っていただいた中で、安心してお客さんも帰れるような状況というのができてきたと思います。うん、ですね。はい。それで一つだけでペザ、あのですね、実はお客様、市民の皆様にもお願いしたいんですけど、せっかくそういった感染症対策が整った飲食店に行かれた時にですね、飲食店さんがされているその感染症対策を、まあ、絵からちょっとこれ外してやとか、そういうのはやはりルール守った上でですね、あの楽しい会食を楽しんでいただけたらいいな、せっかくこう準備して安心認証も取って感染症が広がらないように、で皆さんが安心して来られるようにっていうふうにですね、準備を整えていただいてるんでですね、しっかりそこはあの守っていただけたらと思います。そうか、それめちゃめちゃ大事ですね、はい、うそうか、迎える側がちゃんとやっとっても、はい、使う側がちょっと邪魔だなと思ってのけてとかってなった時に、はいはい、もしその人が持ってたら、はい、それで結局それで感染しちゃうと、うで、そうか、はい、それは本当にそうですね、はいはい、ぜひ皆さん、あの行かれる方もあの、まあ、自分自身の感染対策も含めてしっかりとしていただけたらなと思います、はい、行きつけたお店はずっと行けれるようにっていう感じでですね、まあ、行きつけてないとこもそうですけど、ずっと続けて、そうですね、はい、いや本当そうですね、はい、わかりました。それを皆さん、あのぜひともね、はい、守っていただいて楽しんでいただきたいと思います。はい、はい、でもう最後にちょっとなるんですけど、はい、何か皆さんにお伝えいただけたらと思うんですけど、はい、今安心飲食店が先ほど申し上げたように700件近くになるんですけども、 今こうせっかくですね、いろんな飲食の部門の方々がこういうふうに一つのコロナ感染者を出さない、飲食店から出さないという取り組みを進めている中でですね、これを引き続き皆さんで一緒にやっていこうよみたいなこう取り組みができればいいなと私は思っていますので、まあ、何かこう皆さんでこれからも一緒に、まあ、当然私たちもそこは一緒にやりますけれども、感染対策を続けて安心して食事、市民の方が食事ができる取り組みを進め続けていければと思っています。なるほど、はい、まあ、今はね、はい、確かに向かい風というか ね、 そうですね、その新型コロナの、ね、あれで向かい風で、まあ、今みんなが同じように進めていることですけど、はい、まあ、それを追い風にするような、はい、形を、まあ、今後でいうとウィズコロナに向けては進めていきたいですね、はい、確かにね、はい、ぜひそれはまた、はい、いろいろと、はい、お話ししながらね、はい、今後であの皆さんにとってもプラスになるようなことになればいいのかなと思います。今日お忙しい中本当にありがとうございました。はい、今治市役所から東さんと竹本さんお越しいただきました。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。